全然覚えてないけど、何なんだろう、誰か教えて、何聞いてない、みんな、なんで分かんない、わかんない、よくあるけれど、よくあるよく見るかさ、レイデンサー、よくレイデンサー、よくが曖昧さ、レイデンサー、よくあるレイデンサー、よくあるレイデンサー。あれ、なんかお財布の中にこんなにお金が入ってきた、昨日私お金払ったのかしら。いやー、でもなんか本当にあんまり記憶がないから、そうだ、電話かけてみよう。もしもし、あ、昨日はどうも、昨日私お金払ったっけ。あははは、払ってたよねと多分思うんですけどいやまあね、覚えやすいかなと思いましてでかいという、イエーイ、チョモです。今日はね、あのね、でかい初ライブがね、今日ここあのチームが何しましたのね。いや本当にこんなね、たくさんの人に見ていただいてよかったね、とっても嬉しいです、嬉しいです、イエーイ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 だよね、だよね、ちっちゃちっちゃ、あの掛け声はね、あのでかいとか、あの切れてるとかね、そう
感じでよろしくお願いします。切れてる、でかいでかい、それがもう最大の褒め言葉でございます。ということでですね、次の曲はあの昔のね、ちょっと古い、ちょっとあの大人な映画の、あ、おっさん、今日おっさんいますか。いや私には見えないおっさんなんて人たちがいやあのね、そのね、え、おっさん、おっさんですかそんなね、曲をちょっと一曲ね、映画からちょっとこう作ってみました。エマニュエル、聴いてください。
ありがとう。エマニュエルでした。で続いてね、もう残り曲も少ないですが、皆さん楽しんでいただいてますか？イエーイ。次の曲はね、ちょっと高い高級なお風呂の曲でございます。ここはね、若干一人笑ってくれたね。よかった、うん、高級なお風呂の曲なので、皆さんも一緒に、まあ、ここは歌舞伎町なんでね、結構近くに高級なお風呂あるかと思いますけどみんな楽しく行きましょう、エロい意味で。じゃあ軍曹お願い。ベースボールクラブへようこそ。熱いのショーを浴びせろ。